それではパート4をお聞きください。超ブレイズフルポッドキャスト、笑うビジネスマン。世間でその教えてることの中で変だなと思うのは、そのこうやれば楽だよねっていう、それがなんか変だなと思って、でこの大人になってからもこうビジネス書とかだと、こうすると簡単にうまくいきますよみたいなことがたくさん書かれていて、みんなそっちに群がっていくというね。でもその成功者の経歴とか見れば、やっぱりその幾度もね困難に突き当たって、それを乗り越えていってやって、やっと成功してて、最初からも鼻落ちて楽して成功してるやつなんかいないんですよ。なのになんでみんなその楽する方向へ行ってしまうのかなって、かえって結局遠回りしてんじゃないのっていう。そりゃそうですよね、自分と対話しないわけだから。そうなんですよ。だからそのこういう楽な方法がありますよって書いた本人は自分の人生見てるわけだから、最初から矛盾してますよ。だから僕はページをめくって、なるほどなって助けてくれるのは、最初から魂を、叫びを発信している名作にあると思います。ありとあらゆる世の中の、そこにはその答えがある、あれみんなちゃんと書いてありますもんね。大変な思いもするよと、周りが認めてくれなくて、まあ、ひょっとしたら一人ぼっちになるかもしれない、でも叫び続けろみたいな感じじゃないですか。で多分本当そっちなんですよね。本当はそっちですね。でも選んでいいんですけど、人はみんなどっちか選んでいいんだけど、なんでこっち選ばないのかっていう、僕はわざわざ過去の話をするのも、明らかにスイスイと楽しそうにやってるように聞こえてくれるかなと思って、こっちやればこうなるんですけどって、その代わりそんなに楽なわけじゃなくて辛い時もあったでしょ。それは辛い時もあるんだけど、辛いのも僕が光ってなきゃだって人生の選び方してるから、記憶の中で全部輝いちゃってるから、キラキラして話しちゃうけど、でも明らかに聞いたらなんかワクワクするじゃないですか、そっちの方がいいんじゃないと僕は進めるために自分の過去すらまあ赤裸々に出してるんですけど、どっちか選んでいいと思いますよ。でも少なくともなんかその何かことを成したいとか、何か始めたいと思ってる人は、そっちの生き方しないと僕無理だと思うんですけどね。多分それがそのもう昔から、まあロックの歴史でまだ100年もないかもしれないですけど、その古典とか神話とかね、そういうとこから言われてて、であくまでそのね作品とか作り物ってエクスキューズがついてしまうから、こうやると楽だよっていうのを勧める側の機弁としては、所詮これはドラマだからとか、おとぎ話だからとかって言うんだけども、やっぱりそうじゃねえよなっていうのがあって、実は真実はこっちにあって、それが広まってしまうと都合が悪い人たちっていうのが隠してんだろうなっていう、あと一個だけ言っていいですか、僕は結構歴史が好きなんですよ、で人が好きだし、自分も人生も好き、大切だしって考えたら人類の歴史に興味が湧くじゃないですか、で歴史を勉強すれば勉強するほど、ため息は出るんですよ。確かに、いやどうしようもないなと思うんですよ、人類ってやってきたことがもうバカみたいなことばっかりだし、それしかも必ず繰り返すんですよ。そうです、どうしようもない生き物なんですよ、でまず前提としてそれがあるから、どんな時代でもろくな世の中じゃないんですよ、きっと。人なんてろくなもんじゃないんですよ。そこはもう前提かもしれないですね。だから、ろくなもんじゃないまま自分もろくなもんじゃないでいいやと思うんだったら別にそのまま紛れてきゃいいんだけど、いや自分はなんとかいい人生にしたいなと思ったら、なんとか立ち向かうしかないじゃないですか、自分の逆境の前にろくでもない人類とろくでもない世の中と立ち向かわなきゃいけない時に、参考になるのはそういう過去に魂の叫びをちゃんと書いてくれた名作が頼りになるんですよ、そしてもう一個あるのは、だけど100歩譲って何も新しいことしなくていいやと思うんだったら、やっぱり楽な道を選べばいいと思いますよ、自分がない道を選べばいいと思うんですけど、でもちょっと新しいことを自分でやってみたいなと思ったら、絶対自分と対話した方がいいですよ、それは何でかっていうと、二番煎じとか真似をする人は、多分自分の対話がなくていいようにできてるんですよ、世の中で。あ、なるほど、だけど例えばことを成したい人って、その霊になる人というか、尊敬する人とかいると思うんですけど、みんな初めにやった人ですよ。なるほどね。開拓者、開拓者は最初にやる人は逆風の嵐なんですよ、最初は理解してもらえない。ってみれば突然変異ですもんね。だからそういうふうな開拓者の一部とか1ミリでも自分はしたいなと思うんだったら、
もう絶対そっちに耳を傾けた方がいいと思いますよ。魂の叫びの名作に、そこに答えがあるから。で、前提となっているのは、歴史を見ると分かるのは、人類も世の中もろくでもないんだっていう前提で生きるというか、うん、でも変えてやろうと思ったら、うん、開拓者になるしかないわけで、うん、それがどんなに1ミリの開拓者でも結構気持ちいいですよ、うん、そういう言い方してると、うん、人のためになるし、うん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 、まあ、音楽に限らずね、だからね、あのビジネス書書くやつらもですね、なんかそういう気概持って誰か書いてくれよと思いましたね、今聞いてて。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。今回はですね、どっちかっていうとですね、私の趣味がかなり優先してしまったそんな収録でございましたけれどもね、もう X がデビューするにあたって、僕そのオーディションを見てたんですよね、うん、でその同じ会場にいた津田さんとね、こうしてですね、仕事で会えるというね、いうところがね、一つ、まあ、この仕事やっててよかったなという瞬間の一つであるんですよ、うん。よくねキャリアの話なんかすると、まあ、リベンジ転職なんていうね単語が、まあ、そんな浸透もしてないんだけども、例えばその新卒の就活の時に受かんなかった会社に、何社か得て中途入社するとかね、そういうのはありますけどね、まあ、それに近いもんはあるかなっていうね、うん、だからあのぶっちゃけの俺、就活の時ね、自分の好きなジャンル、あのレコード会社とあとはね、プロレス団体も落とされてるんですよ、受けたんだけど、うん、で、今の仕事を始めてからは、まあ、それプロレスラーもそうだし、ミュージシャンもそうだし、芸人さんもそうだし、本当にもう自分が好きだったジャンル、うん、サブカル界隈のね、そういった人とそのなんかたまたまそのなんかあの呼ばれた飲み会で一緒になったとか、パーティーに行ったら記念写真撮りたいってことじゃなくて、かなり仕事モードでそのミッションを持ってその会える場を共有できるというのが増えて、まあ、そういう機会に出くわすごとに、前の仕事辞めてよかったな、今の仕事になってよかったなっていうね、うん、例えばね、そのある案件ではそのプロレス団体の人からですよ、ちゃんと分かってる人とやりたいから一緒に頑張ろうと言ってもらえたのってすごく嬉しかったんです、うん、あとはその音楽業界に関してもね、今回の件もそうだけど、やっぱり某レコード会社、津田さんの同僚の人ですけどねその人から、君はロック分かってるよねとね、文章とか読んで思ったそうなんです、その人は、うん、あ、なんかそれなりに自分がお金とか時間とか割いてきたものに対して、そのお前は分かってると言われるっていうのはなんか嬉しいですよ、うん、だからそれも一つの、まあ、リベンジなんだろうなというね、前半戦に対するですんで、そういう意味でも今日の収録は非常に意味があったことかなと思っております。はい、じゃあね、もしね、当時就活うまくいって、その、まあ、津田さんがいた、まあ、まあ某ソニーミュージックとかに入ったらどうだったかとかちょっと考えてみたんですけどもね、やっぱりね、落とされたっていうのはね、それ事故じゃなくて合理的な理由ってあるんですよ、多分。で、現にね、サラリーマン生活、まあ、十何年かやりましたけども、俺そのやっぱ組織とかダメじゃないですか。だから好きな業界入ってもいらないストレスがかかった業界で、あのお勤めをしててですよ、果たして自分が能力を発揮できたか、成長することができたかというと、ちょっと甚だ疑問なところがねあってね、それでいらないところでそのジャンルごと嫌いになっちゃった可能性とかもあったわけですよ、うん、っていう意味では、そういうものと、なんだろう、こと切れずにいさせてくれた神様っていうのは親切だなと。やっぱあの時落ちるべきして落ちたんだって、きっと違う形でジョインしなさいという、まあ、そういうことだったんだろうなと思いますね、うん、だからその津田さんとのコラボの仕方もね、会社の上司と部下との関係で何かやってたら実はあまりいいものができなかったかもしれない、うん、でもそのこういった形でね、まあ、何人の方が聞いてくれてるか分かりませんけれどもね、き
っと伝わるものできたと思うんです。うん、あくまでだからその十何年間かそのもう20年近くになりますけれどもね、神様は俺の成長待ちをしてくれてたんですよきっと。うん、ということで、まあ、ここで改めて接点持てたということで、次またねもっと次元の高いところで、何かできたらというところでもっと頑張っていきます。ということで、今回は音楽プロデューサーの津田直さんをお迎えして自分の人生の作り方について伺ってまいりましたね。もうロック最強、赤ちゃん最強んなね、心境でございますけれどもね。はい、津田さん本当にもうありがとうございました。いやどうもありがとうございます。はい、あのせっかくなんで、はい、あの告知などありましたらば。はい、いや単純になんか僕喋ってることが一個だけ本になってるんで、うん、はい、それをぜひあの興味ある方は読んでいただけたらなと思いますね。すべての始まり、はい、X という青春というね、はい、この本がありますね。まあ、今回のねポッドキャストではあまり細かくお話できませんでしたけれども、 X のあのレコーディングのこととかね、デビューしてからのこととかそういったねエピソードもねたくさん入ってますもんね。はい、ぜひお求めいただきたいんですけど、はい、これあの津田さんの事務所に直接注文するとサイン入りで、今はそんなことをやったりしてますね。あ、そうですか。はい、じゃあみんなこのアマゾンなんかに注文しないで津田さんのサイトから買った方がいいっていう。そうですね、ショップがあって、うん、そこから購入していただけるとなんかちょろっと可愛い子ちゃん書いたりしてます。そうです、私もねサインいただきましたけどもうイラストがねまた可愛いんですこれがね。猫だかねウサギだかわかんない、なんかちょっと可愛い動物が書いてあったりしますけれどもね。はい、じゃあぜひこのね、すべての始まり X という青春というね、こちらの本お求めいただいて読んで感想文など送っていただければと思いますね。はい、ということで津田さん本当に2回にわたりましてありがとうございます。はい、ありがとうございます。音楽プロデューサーの津田直志さんでした。超ブレイク塾のポッドキャスト笑うビジネスマン、次回も成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートをお伝えいたします。バックナンバーも引き続きiTunes とケロログ、 YouTube などで配信中でございます。もう自分なんか探しに行かないでポッドキャストを聞こう、このね、うん、答えはあなたの中にあって、そしてそれを導き出すヒントはこっちにありますから、ということでお相手は超ブレイク塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。